以前このミンスポでご紹介しました鹿児島商業高校剣道部主将の有川鶴見選手、皆さん覚えていますか？一度聞いたら忘れられない名前ですよね、はい、確かお父様も剣道されていて、息子に剣道してほしいということで鶴見って名前をつけたんですよね。そうなんですよ。九州高校総体の剣道個人で準優勝するなど活躍し、高校息子としてご紹介しましたが、はい、その有川くん、すごいのは剣道だけじゃないんです。はい、先日行われた県高校書道展で434点の中から見事最高賞の大賞を受賞しました。すごいですね。ということは剣道と書道の二刀流、はい、すごいですね。これでイケメンだからなんなら三刀流なんていう、ね、感じもあるかもしれませんけれども。そうですね、三刀流かもしれませんね。しかしこれあれじゃないですか、書道の時って集中力いるじゃないですか、はい、その集中力が競技の中にもこうつばぜり合いしてこう一瞬パーンっていく瞬間に役立ってるかもしれない。ね、いやそれもそうかもしれないんですが、はい、この字を見てどのくらいの歴だと思いますか？これあれでしょう、小学生の頃から習字教室に行ってたんじゃないですか、どう見ても思うじゃないですか、はい、なんと、うん、書道を始めたのは高校2年生から、はい、部活の後や昼休みに練習した結果、今回大賞を受賞したとのことです。ということは書道部ではなく、はい、自分のこう練習の中で書いて、はい、こんなに上手くなっちゃったの？そうですよ。しかもこう剣道もしてますから練習時間はねそんなに多くなかったでしょうけど。はい、本当に二刀流ですね。本当にすごいですよね。剣だけでなく書もすごい。大谷選手もびっくりの二刀流でした。